こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついにパクった中国空軍 J31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F-35 に似ているただエンジン2を単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側もそこまでの技術はなかったのか J31 戦闘機が。表に現れるのが遅すぎている。遅れれば。無論、日本も F-35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし、開発が遅れている状況だっただが、量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは、そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機ともっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう？というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか、J-31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は1人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし、J31 の開発が、スケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに
初期作戦能力 IOC イニシャルオペレーシオーナルキャップアビリティを2025年までに完全戦闘能力 FOC フルオペレーシオーナルキャップアビリティを獲得する予定ですから、中国はアメリカの次に2機種のステルス戦闘機実用化に成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。といっても中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は短座型の双発戦闘機です。アビエーションウィークが画像から試算した推定値によると、基本的なスペックは全長が 16.9m、 全幅は 11.5m、 最大離陸重量28トンとされます。最高速度はマッハ 1.8、 兵器の搭載量は機内が2トン、機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。 外部に増装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の先輩格にあたる J20 戦闘機より一回り以上小型化していますし、重量も10トン以上軽い仕様になっています。J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、J31 の開発目的は F35 と同じように、海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在、ネット通販大手のアリババグループに買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有のJ8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないかという予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず、状態でジレンマを感じることでしょう。中国には大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は何とも対処に困る存在のようですね。
要するに J31 戦闘機は中国にとってはステルス戦闘機としてはいまいちな航空機で、それを補強するために大切なステルスを犠牲にしなければならないという本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら購入価格がJ31 より安い J10 戦闘機、ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F-35 戦闘機を調達することはできません。となると J-10 に目を向けることは魅力的な選択肢の一つであることには変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。中国空軍の指定色に塗装された J31 戦闘機の登場が、果たして本当に量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているように、いろいろと瑕疵のある J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか、注目されるところです。